はい、皆さんこんにちは、金田智です。で、今日は同窓会、まあ同窓会って言っても、まあ4人5人ぐらいしか会えへんけど、昔の友達とかと今日はちょっと飯食べながら、まあそれを今日ちょっと動画にしていこうかなと思います。まあいい記念になればいいかなと思います。何年ぶり？15年ぶりやな。うわ。小学校からの俺らはもうしばかれる的。いやいや、うん、しばかれてでも家帰って編集したらほぼカットほぼ映せませんでした。おぉ、繋がってるわ。回ってる、すげえ、うん、ライブ始まった。えライブ？ライブじゃないって。あ、いいよ、俺は飲めへん、うん、俺は飲めへん。あ、でも顔めっちゃでかいやん。いいわ、いいわ。一組、はい、一組。久しぶり。急に、なんか俺らだったのもんだ、テレビ出とったもん。ほんまに。いつの間にか。うん。ほんま。キンポ名前売れた。やばい、やばい。めっちゃあった。めぐいて、こんなに受け取ったら泣いて。何年ぶり？15年ぶりやな。うわ、変わった。全く変わってない。言われへんぐらい変わってない。俺が一番変わってない。もう結婚してる、みんな。俺してない。俺がしてる。してる、してる。2人派遣者はしてるよ、うん、3人おるもんな、うん、今4人目もと。え、そうやって。うん、今男の子や。え、生まれた。3月生まれた。え、おめでとう。ありがとう。すごいやん。ありがとう。すごい。え、同級生なの？ちゃうか、子供と。なんだよ、これ。6ヶ月。なる。同級生。あ、うわ。最後の子。そう。俺、久々やったもん。だから、この前、スナックやって。びっくりした。テンションかなとか言って。お前、謝りに行ったわ、とか言って。いつもいらんことしてるから、家に。そう、家には行ってない。じゃ、車の下に画鋲とか置いてるやん。うっそ、俺ほんまや。俺やってるって。ほんまやと思う。もう俺もうそうやって。俺じゃ、大金に行っちゃった、多分。俺もやってた。うん、それわかんな。そう、あいつのチピンポン死にからついてきねえって俺めっちゃ言っとったの覚えてる。覚えてる。そう、お前の主婚みたいな感じで。え、俺めっちゃ落とされたの、ピンポン。うそやん。そう。いやいや、なんか言うから。いやいや、うち出窓あったやん、角。あそこからこう覗いた電柱で二人で立ってんねん。立ってた。お前はしっぽい言うて、もう顔出たのがバレてんねん。言えてるやんね。バレ下手。飲まんくせにな。ほんまな。小学校で一緒やってる。はい、乾杯。ほんま。風呂入れたいから。毎日風呂入れた。やば。家のこともやろう。やるよ、もちろん。うち時間あったらやるんで。ああ、洗濯やったね。うん、やる。俺、いや、子供お風呂入れたりはするけど、うん、でも洗濯とか洗濯機回し方分かるやん。なんでやねん。分かる。どんなパパやねん。分かんないやん。もう、またおった。もう一人。掃除と掃除は俺めっちゃする。おお、そう。めっちゃ俺の方がする。マジで。で、俺と逃げ。たまに歩いとったら踏むね、3人もおったら。ブロックとか。あ、もう。あ、なんだ、あれだ。でも、親父そういうことやってんの。えぐいね、そう考えたら。いや、俺、今すごいね。しかも、お父さん逃げ。最強すぎるって。絶対親父死んなかったもん。もうそうな。俺今一人でもそう、つらいなっていうのがあるんだ。いや、その、泣いてもどうしたらいいか分からない。まあ、だって、3人世界チャンピオンにしてるんだよ。そうだな、でも、ありえない。小学校からいとった。ずっと、そうやな、世界チャン。ドキュメンタリーとかもやっとって。将来の夢みたいなのにさ、小学校の子なんかさ、なんか、バケツに、なんか、シギシギみたいなやつ、なんか書くやつあったやん。あれで、世界チャンピオンや。世界チャンポンって書いてある。あ、忘れてる。あ、忘れてる。俺、書いてある。世界チャンポンって書いてある。
ジェできへんやん、ほんとったわ。次はジャンポン、世界ジャンポンって感じ。ジャンポンなったかええやん。そう、ジャンポンなったもんな。ジャンポンなったもんな。プールで思い出した。泳がれへんかった。泳がれへんかった。うん、え、泳がれへんかった。泳げるよ。じゃあ今はやろ、ね、練習してから。じゃあ俺落ちてたの、浜寺プールで。めっちゃ覚えてる、うん、泳がれへんかった。うん、いって美味しいっすね。大盛りしてる。大盛りしてる。もうこんなだけ全然泳がれへんや。全部ずっぽうや。夏大盛りだったよ。めっちゃ覚えてるって俺。言われても思い出せない。うん。暗いすぎやね。暗いすぎ。暗いすぎ。思い出して俺が嘘みたいになるから。おふむまに。作ったな。作ったぞ。作ってない作ってない。ほんまに言って。だからそう言うわ。昨日風呂で考えたよ。じゃあもう履いてた石垣。履いてた。ほんま好きよ俺のこと一緒。こんな話ばっかしちょっと酔うよ。2杯目で酔う。小学校からの俺らはもう。もうあれよ、しばかれる的。ほんまに、うん、サンドバッグ。そう、だって俺一回あれやもん、小3、4ぐらいあれや、校舎裏で喧嘩した覚えてる。覚えてるよ、キーやさ。そう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 、あそこで喧嘩して、めっちゃ覚えてる。ほな、役だね。うん、もう覚えてない。トモギが喧嘩せって言ってる。え、俺がそうやって。そうやん、お前えぐいな。俺えぐい。俺嫌すぎて泣いたもん。ユキ芝居でくれていいよ、いろいろ。そうそうそう、あったな。ほんまやて。それはいいよ。うん、エグいな、ちゃうて。俺、俺むちゃむちゃなことしてたんだ。そうやって。給食やった覚えてる？給食、あの、小学校。あ、うんうんうん。で、牛乳瓶当番の時やってる、一緒に。で、なんだ、待って待って、顔マジやん。顔マジ、顔やばい、顔やばい。めっちゃ根に持ってるやつあるわ。なんか出てきた、また。めっちゃ覚えてんもん。うわ、牛乳瓶の当番って一番嫌やねん。みんなが飲んだこの口をこうやらなかったから、お前やるやって。いやいや、しばかれてん。えぐいって。えぐっ、しばかれてん。ほんまに。そう、俺どついたもん。どつかれた。悪いわ俺。ちゃんと小3の時からパンチの時はシッて言った。しばかれた。もうえって、ちゃんと勉強してるやつ。あ、その時からもうボクシング入ってんねや。でも今があるからな、それでも。うん、そう、本当に周りもあってから。まあ、そうそうそう、笑い話になってるもんな。うん、だから、可愛い話やったやな、今だったら。うん、ほんまに。そうわ、小学校の卒業式の。そう、みんな、僕は、私たち、私は何々になりたいですみたいな夢を語るときとか。まだ言うだっけ、俺覚えてない。うん、みんなそれなりに自分の夢を語るみたいな。語る。うん、うん、で、俺この人って言うたんな。俺はそう、自分だけ、俺はとか言うて。じゃあ、片言で僕はでしょって。うん、ずっと練習で僕は言うとったよ。うん、本番だったら俺はとか言うて。行くやったーみたいな。強がってる。行けましたーみたいな。あのビデオ残ってんじゃん。残ってる、残ってる。小学校卒業誰持ってる。え、まあ探した。めっちゃ見たい、めっちゃ見たい。実家帰ったもあるの。俺も実家探したあるわ。いや、今いいけど、聞いてこい。今いいけど、今でもいいけど。おかん来るん今。え、じゃあ、そんな、これがあれやでって、そんな、けえへんから、ちょっと探しとくわ。言ってんねん、言ってんねん。ベロベロか。もう飲めよ、もう。もう飲めよ。もう酔ってるで、もう、ともき。はい。ありがとうございます。ともき、家帰って編集したら、ほぼカット。全部カットしません。全部無理です。今日頑張って収録するからやだけど、ほぼ映せませんでした。まあでも言いたいなんだったな。最悪勇気脱いだらいいんすよ。お前が言うだって。めっちゃ当たりそうだよ。最悪。急に昨日なんか飲みに行くよってなって、うん、俺あの最高 T シャツも買われへんかって、うん、俺最高買ってきたよ。えぐいぐいぐい。最高。そうやな、すごいや。これはやばい。やったな、最後に持っていったな。これで写真撮ってもらっていいですか。これ着てくれる。いや、それは嫌。それは嫌。もう真ん中でショー出したからアッパー。俺左からフック、ユウキ右からフック、トモキ間にこんな状態。この状態この状態全部やられてる状態で。そう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 。
じゃあ、おやじに。右、左、最後。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録頼むで。